今日は全部で6発打とうと思います。玉をごめん。その江戸時代に結成されました大津鉄砲組もですね、江戸時代の終わりとともにその役目を終えました。時代が明治、大正、昭和、平成と流れてくる中で、当時使っておりました鉄砲はもちろん当時の技術、資料というのは年々失われてまいりました。そこで、昨年8月大津城再建10周年を記念しまして、江戸時代から数えて約150年ぶりにですね、この鉄砲隊というのが大津に復活したんですね。現在は国を守るためではなく大津市の観光 PR のために活動をしております。ひなわー、えっ。それでは3発目まいります。膝立て一斉射撃構え。ひぶたー切れ。ありがとうございます。